どうも、エルザです。それでは、ポケモンやっていきたいと思います。まあまあ、今回はジムチャレンジをということで、まあ3つぐらいいければいいかなという感じですね。で、早速、ジムチャレンジしていくんだけど、腕試ししようということで、ポップくんと勝負したいと思います。まあもちろん、あっさり勝つんだけどね。さあ、ここで新キャラ登場ですね。まあ見た目からして悪ガキ感が漂う感じのね。さあ勝負をするということで、ちゃちゃっと倒しますか。 Bね、願い星集めてるのか。まあこれはこれでまた後半分かってくるんですけどね。まあ無事倒して、次のジムに行きますか。早くね。一応、次のジムはターフタウンですね。最初の街とジムチャレンジということで、もう見えてきてますね。さあちょっと回復してもらって行きましょうか、ターフタウンにね。さあここでジムリーダーとご対面ですね。
さあ、ジムチャレンジです。ジムチャレンジはなんか、普通のバトルだけじゃなくて、謎解き要素だったりがあるみたいで、今回、いつものジムチャレンジというか、ジムトレーナーとのバトルっていうのも、そこまでないのかな。まあ、あるっちゃあるんだけど、謎解きメインという感じでしたね。で、ここは、懐かしい人は、まあ、最初のジムなんであれなんですけど、ウールーのね、集めて送るというところとなります。さあ、無事、クリアして、あと、ジムチャレンジのボスバトルですね。いやー、でも、この雰囲気が良かったね。スタジアムがあって、その、チャレンジするときに、やっぱ大会というか、チャレンジ感が出るっていうのはすごく良かったなと思いますね。
さあ続いてのチャレンジジムですね。水ということで、こちらも通路の謎解きという感じになります。
さあ、ビートがまた来ましたね。まあ、ちょっと、厄介だね。そんなに強い印象はないんだけど、まあ、話をしないと進まないんで、倒しちゃいましょうか、ちゃちゃっとね。
さあ、マリーが勝負を仕掛けてくるんで、まあやりましょうかね。後ろの、わー、なんだろう、後ろのね、観戦の二人も面白いよね。さあ、マリーとバトルですね。さあ、続いてのジムチャレンジはカブさんのところで、ここはですね、敵より先にポケモンを捕まえるというところだね。倒してもいいし、捕まえてもいいし、まあ、捕獲で多くポイントを稼いだ方が勝ちと。5ポイントですね。で、敵というか、敵のチャレンジャーというか、ジムの人たちは、まあ、それを邪魔してくるというような感じでしたね。
さあ、まず最初の難関3つですね。結構カブさんが強い存在であるみたいだけどね。おお、カブさん、あ、そうそう、見送りがあったんだよね。あ、やっぱ諦める人も多いんだね。さあ、またワイルドエリアを通って次に向かうというところだね。まあでもね、ホップくんとのやりとり、ビートくんとのやりとりが増えてくると、さあこのバトルがどうなるのかと。結構ね、他のトレーナーの状況が知れるっていうか、ライバルの状況を知れるっていうのはなかなか面白かったけどね。はい、ということで、今回はここまでとなります。まあ次回次のジムチャレンジをこなしてどうなるかと、まあホップ君とビート君もどうなっていくのかっていうのを楽しみにしておいてください。ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたな。